夏集結していた時はね、皆さん T シャツ姿多かったかなと思うんですが、今日はちょっとクリスマスを意識したお衣装でお越しいただいたということで、はい、はい、あれそうですよね、いやもうクリスマスです、クリスマスですよね、もうクリスマスにデートで着ていきたい服を僕はチョイスしました。小田さんどうですか、デートでこの服装で男性が現れたら。あ、こっちですか、はい、あ、いいと思います。あ、本当ですか、合格ですか、はい、ちょっとでも寒くないですか。寒、あ、そうですね、まあ、だいたいあの室内に、なるほど、室内デートしようかなと思う。素晴らしいと思います。いや、僕はあの裸でいいって言ったんですけど、あの衣装着させられました。はい、それでちょっとヌーディーなカラーになってるわけではないですよね。そういうわけではないんですよ。ではないですよね。はい、ありがとうございます。はい、いや素敵ですね、クリスマス。やっぱりこれちょっとデートを意識してね、選んでいただいてたんですかね、衣装さんはね。どうですか、うん、与田さん的にこれは。あ、あったかそうでいいと思います。あ、そっち基準なんだね。あったかいかあったかくないかで、ね。似合ってるとかね、かっこいいとかそういうことではなくてね、まずあったかいところ。ありがとうございます、うん、どっちの方が好み。え、自分がさ、もし男の人とデートするんだったら、室内だったら流星さんで、屋外だったら犬飼さんです。すごい、ね、いやすごい、我々もコロコロされてますよ手のひらの上で。小田さんもちょっと赤でクリスマスを意識されてますね。そうですね、ちょっと、まあ、私一番寒いと思うんですけど赤なんで。なんなのさっきから寒い暑いのその基準は。まあでもあれだよね、上着がね、あればね。あ、借りれるんですか。借りれるからね。じゃあ、うん、いいクリスマスっぽくしました。流星さん、もう一つ実はあるんですよね。そうなんですよ、はい、あのね、せっかくこういうね、もう少しでクリスマスっていうこともありまして、実は僕と犬飼くんから、はい、与田ちゃんへ、お、クリスマスプレゼントが。そうなんですよ、はい、いいんですか、ちょっと用意させていただいたんで、グランブル風クリスマスツリー、ヤシの木だ、メリークリスマス。え、新しいですね。いいでしょう、なんか夏と冬のミックスみたいな。そう、嬉しい。私東京に来て家にクリスマスツリー飾るの初めてです。ちょっとぜひよかった飾ってください。やったー、嬉しい。大丈夫でしょうかね。はい、後ろの方もお願いします。小田さんが可愛いポーズを撮っている。可愛い。